はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっとテストで普段と違うアングルでね、撮影させてみてもらいたいんですね。本文っていうか、もうちょっとなんていうの、ワイプみたいな形でこの辺にこう画面が小窓で出るスタイルでちょっと編集してみようかななんて思って、見やすいのか見にくいのかわかんないんだけども、試しにテストでちょっとやってみたいと思ってますね。はい、今日お送りするテーマは視聴者様からのリクエストで、SMAP のメンバーを特集してみたいと思います。本文はですね、2016年の4月に私アメブロの占いコラムで掲載した記事なんですけれども、そちらを読み返しながら、あくまでも4年半前に書いた文章をそのままであえてお届けして、で今の4年後のスガッティ、そして視聴者の皆さんが4年前の占い記事を見たらどう感じるのかなっていうのもね、考えながら一緒にこの数字について感じてみましょう。よろしくお願いいたします。それでは本題に入ります。はい、ね、もういくつになってもイケメンですよね、SMAPの皆さんね。はい、こんな感じでなんかちょっと違うかなっていう気もしますけれども、私実はキムタクさんの2個下です。あ、中井くんもそうですね。中井くん、キムタクさんの2個下で、草薙くんとタメです、スガッティ。はい、それではちょっと今日は趣向を変えてこういったアングルでお届けしてみたいと思います。こちらは2016年4月の占いコラムなんですけれども、SMAP 解散問題とのことで、取り上げてみました。センテンススプリングスのスクープを筆頭にっていうわけで、まあセンテンススプリングスってあれですよね、ベッキーさんの、あとなんだっけ、川谷絵音さんのね、不倫問題でしたよね。それを筆頭に、もうこの年、2016年っていう年はね、本当に芸能界のスキャンダルがもう次々とすっぱ抜かれていた年だったんですよね。はい。中でも、歴史に残る大事件といえば何といってもスマップ解散問題でしょうね。今回はアイドル界でも間違いなく歴代トップの実績を誇るスマップを生命鑑定の視点から分析してみたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。そしてスガッティチャンネルに興味持っていただいたならば、まずはこの、左下かなのいいね、高評価ボタンを押してもらって、で必ず右下にあるチャンネル登録も忘れずしておいてくださいね。はい、実はね、明日ちょっとこのスタイルで撮影しようと思ってるんですね、ゲストをお招きして。はい、で、はい、それのちょっとカメラテストをしています。はい、それでは本題に入りましょう。まずはメンバー全員の数列を見てみます。はい、これ4年前に書いた文章そのままですからね、何も編集してないんで、もしかしたら今と状況変わってるかもしれないし、その辺はね、あえて4年経って、見直してみましょう。私もちょっと楽しみです。はい、まずは中井くんですね、リーダーです。中井正広で、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の総角32角がベースになっています。ちょっとこれをじゃあこうにしようか。はい、自分大好き人間で自己中ですが、運を味方につける総角32角ですね。今日は皆さんと一緒に読んでみましょう。そして2番、丸2番のね、内角13角仕事運は頭の回転の速さで MC やアドリブが得意の内角13角ですね。で外角3番、外角は19角なので、まあ、芸術芸能の分野はね、いいんですよ。芸術派だって書いてありますもんね。でもちょっとこれ感情の起伏がアップダウン激しい数字で、ちょっと外角にあると怒りっぽくなっちゃうかなと思います。で4番、明確20角との組み合わせにより落ち込んだ感情を癒すのにアルコールや、まあ、薬物とかにもね、依存しやすい数列になってます。そして総角32角は主覧数でもあるので、この主覧の数字と、20角依存症って書いてありますよね。この20角の依存症と32角の、主覧の数字、これをミックスというか組み合わせによってちょっとアルコール依存とかね、ちょっと心配かなと思います。例えば同じく32画の有名人はこちらでございます。もうね、そうそうたる運と実力を兼ね備えた面々ばかりですよね。もう成功者の数字ですから、32画素晴らしいです。続きまして木村拓哉さんですね。え、これですよ。1箇所2箇所3箇所4箇所5箇所の総角29画、色男数ですよね。まあこのスガッティチャンネルではたびたび、例えば29画といえばキムタクさんがいますみたいな感じで、もう29画の代表として、よくね、キムタクさんを例に挙げてますけれども、まあ、こんな感じで、誰の下につけば出世できるのかの勘が鋭い、超モテ男の色男数29画が総角ですよね。
仕事運は若々しさと美貌が武器で、若さゆえの生意気さもそれまた魅力だったりするんですよね。16画です。対人運で人気者の外角13画。もうね、数字が示す通りの人気者ですもんね。で、上司に対する忠誠心が熱い、自分を犠牲にしてでも会社のために頑張れる、明確18画ですね。で、この13、16、29っていう並びは、これ手越くんと一緒なんですよ。なので、もうこれがもうアイドル数列。まあ、アイドルには欠かせない数字っていうのが、もう13、16。13と16は、まあ、どっちかを持ってればいいんです。でも、キムタクさんとか手越くんとかは、もうその両方持ってますからね。13も16も。そして、総角は29、男前のね、数字じゃないですか。もう、まあ、アイドルというよりは、もう人気俳優みたいなね、分野で大活躍できるっていう数字ですよね。ちなみに、ちょっと戻りますが、よいしょ。中井くんも人気者数13画持ってますからね。これもうアイドルには不可欠。アイドルだけじゃない。モデルさんとか、まあタレントさんとかにはもう不可欠な数字です。13、16。はい。それでは続きまして、あ、そうそう、29画のね、有名人。書いてありますね。松潤とか、手越くんとか、錦戸亮くん。あとは、サッカー界ではキングカズ、29画。野球界ではイチローさんが29画。すごいでしょ、もうね。そういう数字なんですよね、29画はね。だから、女の子には29画名付けちゃうと、ちょっとよろしくないんですけれども、もしね、これから男の子が生まれますよ、みたいなご家庭には、この29おすすめなんで、総画じゃなくても大丈夫です。もうね、名字が多いと、もう名字だけで29超えちゃってるような家庭ありますんでね。そういう場合は、どこかの部分に、1箇所から、この2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の、この1から5のうちのどっかに、29画を配置するとかでも大丈夫ですんで。はい。まあ、自分で数えても、例えばこう、そうですね、木村拓哉さんは数えたまま、中井さんなんかね、この中井正広、広、この広いっていう字あるでしょ、広島市の広ね。これ15画もないでしょ。でも、これ、旧字体で姓名鑑定っていうのはしますので、これ、絶対間違えないでくださいね。これ、今の辞書とか、教科書に書いてある画数のまんま数えたんでは、29画にしようとか、あ、私も人気者したいから13画持たせてあげようとかね。あ、なんかラッキーな数字がいいな、32画にしようとかって言っても、自分で数えたんでは、わかんないでしょこれ。広島の広の字15画だとは思わないじゃないですか。だから、スガティにご相談してください。スガティに相談してくれればもう、一件落着ですんでね。はい。続きまして、よいしょ。そう、ここに実は iPad 置いてるんです。こうやって動かしてるの。はい。ゴロちゃんです。はい。ゴロちゃんがすごいんですよ、これ。稲垣吾郎さんですね。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の総画。45画がベースになってるんですけれども、ちょっと見てみましょう。もうその他ね、1箇所から5箇所、すべてが大吉数で揃ってる大吉数列です。大吉、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 大吉です。すごいですよね。ごめんなさい、興奮して机、揺れるね。ごめんなさい。そう。これ、吾郎さんね。まあ、間違いなく、お父さんお母さんは、これ相当、まあ、ちゃんと正しい姓名判断の知識を得た専門の先生に、名前、アドバイスいただいたんじゃないかなと思うんですよね。これはもう完璧です。で、ちゃんと、ほら、アイドルには不可欠の16画もあるでしょ？これ素晴らしいですよね。はい。もう、なので、もちろん、キムタクさんとか、中井くんとかも、大吉なんですよ。超大吉だったりするんですけども、ズバ抜けて吾郎さん。大吉一番です。すごいです。ここまでの完璧な数列っていうのは芸能界でもなかなかいないです。はい。仕事運はキムタク同様若さと美貌が武器の、16画ですね。はい。逆境にもポジティブです。逆境挽回って書いてありますもんね。はい。そして対人運にはキムタクの総画と同じ色男数の29画です。キムタクさんとゴロちゃん結構同じ数字が重なってる類友同士なんですよ。仲悪いみたいですけどね。まあ似てるからこそ、まあね、悪くなっちゃうんですかもね。29画と、そして4番のね、明確21画。ニヒルな明確21画との組み合わせで、かなりナルシストでキザな数列になってます。なんかそんな気しますよね。色男でありながら、キザな21画持ってるんですからね。やっぱゴロちゃんですよね。はい。45画の有名人はこんな感じですかね。はい。もう伝説に残るような、そういうレベルのカリスマ性ある数字だったりします。続きまして、草薙くんです。はい。
メンバーの中で草薙くんだけアイドル数を持ってないんです。はい。ご覧ください。13、23ないですよね。それ以外のメンバーみんな持ってるんですよ、スマップって。だから、こんだけヒットしてるんですよね。なおかつ、大吉の人が多いんですよ。でも、草薙くんだけ大凶数なんですよ。ただ、吉数と偶数、偶数じゃねえや、吉数と、凶数の割合っていうのは、50-50 ですからね。50%、50% なんですよね。だから、二人いれば一人が吉数、一人が凶数。五人いれば、まあ三人が吉数、二人が凶数。これが一般的な、なんていうの、比率ですよね。でも、スマップは、まあこの後実は出てきますけれども、森くんって昔言いましたよね、当初。森くんまで入れて、六人中五人が大吉だったりするんですよ。あ、慎吾ちゃんはまあ吉かな。うん、大吉まではいかないけど、女の子だったら大吉なんだけど、男の子だと慎吾ちゃんはちょっと吉なんだけど、でもまあ吉ですよね。5対1なんですよ。だからこの割合がやっぱりヒットするグループの割合ですよね。やっぱりどうしてもね、6人もいれば凶数が1人もいないってことはないと思うんです。これ確率だから、もう5-5なんだからさ。だから6人いれば普通はね、3-3で吉数凶数がいて当然なの。でも成功してるグループだから、まあ4-2ぐらいだったりするんですけれどもね。でもスマップは5-1なんですよ、吉数と凶数の割合が。なおかつ大吉数が4人もいるんですよ。これがすごい。だからスマップってもう初速が違ったですよね。はい。さあ、草薙くんはこんな感じです。通常は実はこの丸1番性格ね、一番上の数字、これは、影響しないって書いてあることがほとんどですよね。例えば五郎ちゃん見てみましょうか。五郎ちゃんもね、影響していませんって書いてありますよね。キムタクさんも影響していませんって書いてあって、中井さんも影響していませんって書いてあります。通常はね、おっとちょっと待って。はい。通常はね、このように影響しないものなんですよ。だけども、草薙くんの場合は、これ、同じく、下一桁6系列の36。これ、双角に持ってるでしょ?だから、このね、普段は目を閉じたままの、苗字たす苗字の合計26画が、こう、双角に同じ6系列の親戚が来たから、おって目覚ましちゃうんですね。あ、俺も、こうやっていいのかなって。そうすることで、6系列の、この特徴っていうのがね、よりこう色濃くダブルで影響してくることになるんです。6系列っていうのは、まあ、優しさとか思いやりとか、そういう面倒見の良さとか、そういう数字ではあるんですけれども、ただ男性が持つとちょっとアルコールトラブルとか、異性トラブルとかに発展しちゃうんですね。なんかそのほら、普段いい人ってお酒飲むと豹変するパターンってあるじゃないですか。それがこの6系列なんですね。だから草薙くんもすごくね、そのテレビから映る草薙くんってすごくいい人じゃないですか。もうまさに思いやり、まさに優しさ、その6系列、あ、なんか悲劇のヒーロインって書いちゃったね。ヒーローだね、これ男だからね。まさにね、いい人って感じの、そのお人よしって感じの、人柄が草薙くん見てると出てくるんですけれども、この、それ見てると、もしかしたら6系列多いんだろうなってわかるわけ。で、そのお人よしな優しさが持ってるのって、6系列と5系列多いんですけども、5系列は、どっちかというとこのまとめ役というか、みんなをね、こっちのグループ、こっちのグループ、上の人、下の人を、こう、まあ、中和させるっていうか、クッションになってくれるような人が5系列多かったりするんですね。もう6系列の人っていうのは、とにかくこう、優しさを前面に出すっていうか、いい人アピールしちゃうっていうか、それっていうのは、うちに秘めたアルコールで壊れやすい自分をよく知ってるんですよね。はい。それによって、このような性質になりやすいんです。その他、内閣24画ですから、まあ、草薙くんね、歌手活動、俳優、MC の他、まあ、ナレーターなんかもやったり、もう2足と言わず何足でも履いて、手広く活躍が期待できます。対人運は他人任せとか、他力本願な人生になりやすいです。22画ですね。責任転嫁って書いてあります。まあ、誰かの傘の下で、ね、守られたところで生きるっていう数字になります。で、たまたまでしょうが、なんかね、ドラマ人気をヘルパーみたいな、もう個性そのものなんですね。はい。36画の有名人、このようにね、ちょっと柄の悪いタイプの人が多いんですね、実はね。はい。そして、香取くんです。双角は38角。38角っていうのは全部の数字の中で一番女性エネルギーの強い数字。だから、その特徴をご覧になっても、ね、良妻賢母ってさ、男性に対する褒め言葉じゃないでしょ?で、控えめ女性とかもね、もう女性って言っちゃってるじゃないですか。女性のための数字なんですね。
女房役とか引き立て役に回る数列なんです。センターには向いてないんですね。仕事運も主体性、協調性、積極性のない22画です。で、香取くんって、香取くんが慎吾ちゃんだね。香取くんって、草薙くんと仲良しでしょ？22を持ってるもん同士なんですね。22、22って感じでね。はい。そんな感じで、はい。似てるもん同士なんですね。そして、外角16角の生意気さと、ミヒルな21角が、ちょっと入ってた時な印象を与えてしまいがちです。21角は同じ位置に五郎ちゃんも持ってましたよね。ほら、似てるもん同士で、今4年後一緒になってるでしょ？ほら、21角。16もある。16は慎吾ちゃんもあるんじゃないかな？え？ほら、16もあるでしょ？ 16、21。だから、こうやって、同じグループの中でも、こうやって、似てるオーラを持つ者同士が、結局こう、まあ、グループになるっていうかね、仲良くなる、こう集まりやすいっていう、これが、ルイ友の法則っていうんですけどね。はい。で、この双角38角は、良妻賢母、最も女性エネルギーが強い数字ですから、だからこそ、慎吾ちゃんがね、一番輝いてたのって、やっぱり、慎吾ママの時代ですよね。おはーってやつですよね。はい。あれとても似合ってたし、運が味方してたんです。例えば、38角の有名人。こんな感じです。はい。ここはさらっとスルーしましょうね。はい。ま、5人を分析してみますと、運と人気を引き寄せる目立ちたがり屋の中井正広。ちょっと継承を略しますよ。女性を引きつけて、会社や家族、仲間のために戦う木村拓也。そして黙っていてもオーラと存在感のあるカリスマ稲垣吾郎。そして優しさがあだとなる利用されやすい草薙剛。そしてメンバーの後ろに佇んでセンターを引き立てる香取慎吾。それぞれの画数を分析するとこのような関係性、パワーバランスが見えてくるんですね。で、数えてみて気づいたのは、リーダーの中井正広くん以外、全員が下一桁6系列を持っているということです。逆境に強い若さと生意気さの16角は、木村拓哉さん、稲垣吾郎ちゃん、香取慎吾くん。そして、酒と女に裏切られる26角と、恩をあだで返される36角は、草薙くんが6系列として持っているんですね。じゃあ、中井くんはっていうと、実は中井くんの双角、32角が持つ、この幸運ラッキーなパワーっていうのは、これ16、16、逆境挽回する数字をダブルで足した16足す16の数字ですからね。なので、この16、16を倍にしたようなパワーなんですね、32っていうのは。すごい数字なんです。つまり、キムタクと五郎ちゃんと慎吾ちゃんとを合わせたくらいの幸運力を持っている。それが中井くんのリーダー資質なんですね。そう考えると、同じ下一桁の6系列でも、草薙くんの26や36と、他のメンバーが持っている16角との作用では、全く異色の影響力を放っているっていうことなんですよね。異色という意味では、さらに気が合わない、いわば相性が合わないメンバーっていうのが実はもう一人いまして、それが途中脱退したオートレーサーの森くんなんです。はい、こちらですね。素晴らしい大吉数ですね。はい。きちんとアイドル数もね、持ってるんですよ。だから、草薙くん以外は、慎吾ちゃんも、五郎ちゃんも、森くんも、中井さんも、キムタクさんも、みんな持ってるんですね、アイドル数。13角ありますよね。そして、双角が23角ってすごいじゃないですか。で、まあ、女性陣は、オートレーサーってどういうことかあんまり詳しくないと思うんで、ちょっと、ね、こういうことなんですよ。オートレーサーって、ただね、レースするだけじゃないの。自分でオートバイをこうチューニングするんですよ。で、もうちょっとこっちが強くした方がいいかなとか、弱くした方がいいかなとかって、こう緩めたり、締めたり、このなんかね、バランス取ったりとかっていうことを、オートレーサー自身がやるんです。ね。なので、職人の数字なんです。エンジニアなの。一人一人がエンジニア。エンジニアであり、レーサーでありって感じなんですね。で、どっちも、レーサーにしても、エンジニアにしても、やっぱり7系列が絶対なんですよ。職人数ですから。で、ご覧になってもらうと、7系列2つも持ってるんですよね。7と17。こうなってくると、まあ、アイドル数はもちろんありますけども、これなんでアイドル数かっていうと、人気者数だからなんですよね。だから別にアイドルじゃなくても、作家でもいいし、プロスポーツ選手でもいいし、このようにレーサーでもいいし、俳優でもいいんだけど、なんか やると人気になるんですよね。で、この方は、頑固で負けず嫌いな、職人と職人の、もう意地と意地とをかけた、もう一瞬のね、そういった判断ミスが命取りとなる、まさに命がけの勝負の世界なんですね。そういった人生が森くんという、画数からはもう手に取るように感じ取れるじゃないですか。これね、戦う戦士とかね、職人気質とかね、やんちゃとか、運動神経とか、ね、
そんな数字ばっかりですよね。スポーツ万能とかさ、腕っぷしとかね、はい、俺流男性的とかね、この13、23って3系列も2つ持ってますよね。この3系列っていうのはスピード感に影響してきます。で、2つ持ってますんで、スピード感と7系列の職人、この組み合わせでね、もうまさにオートレーサーなんですよね。まあそれはね、まあ、若さと美貌で女性にチヤホヤされるその他のメンバーに共通した画数とは決して相まみえない、こう超硬派な数列なんですね、森くんっていうのは。だからちょっとアイドルとは違うけども人気を集めるっていうようなね、はい、そういう面々です。まあ誰しも我が子をどう育てたいかとか、どんな人に育ってほしいのかとかね、そういう願いを込めて命名ってされると思うんですが、名は体を表すっていうね、ことわざがある通り、画数である程度の向き不向き、生きる道とか、失敗する落とし穴とか、そういうのが大体こう場所決まってきますんでね。画数でね、ある程度はもうそれ決められるし、狙いも設定できるんでね、伸び率とかも設定できるので。なので、赤ちゃんの名付けの際には、絶対妥協しちゃダメです。これは妥協しちゃダメ。赤ちゃんの名前っていうのは100点満点にしてください。はい。そのためには、自分で数えても、絶対に100点満点は、まあ無理。なんです。なので、スガッティにご相談ください。LINE での、お問い合わせでしたら、LINE 占いとして5500円で占っております。ただ、この YouTube で、占い結果をお伝えする YouTube 生命判断っていうのがあるんですけども、それでしたら、無料なんでね、お気軽にお声掛けください。はい。そうですね。はい。赤ちゃんの名前は大事に大事に名付けてあげましょう。そして最高の画数をね、スガティと一緒に見つけましょう。あ、予約していただければ無料で鑑定いたしますってありますけど、これごめんなさい。なしなしなし。今は無料で、ここでは、お店ではやってません。お店でも LINE 占いと同じ5500円です。はい。無料なのは YouTube 生命判断だけです。これ消しちゃおう。こんな感じ。はい。いかがでしたでしょうか。こんな感じのアングルで今日ちょっと試しに編集してみますんで、感想なんかもね、コメント欄にぜひお寄せください。そして、気に入っていただけましたら、このいいねボタン、高評価つけていただいて、まだチャンネル登録もししてない方いらっしゃるようでしたら、忘れずに今のうちにこのチャンネル登録しておいてください。まだしたことないチャンネル登録なんか仕方がわかんないっていう方はね、このほら下に赤い文字でチャンネル登録って書いてあるでしょ、それポチッとするだけです。で、そうするともしかしたら Google アカウントログインしてくださいみたいなの出るかもしれないんで、そしたら Gmail 持ってるでしょ、その Gmail アカウントでログインすればいいってことです。はい。スガッティ、ぜひ年内に1000人に行きたいんです。登録者数1000人に。でね、実は1000人になったら、この登録者数、ほら、スガッティのところ、ブラインドしてあって、登録者数、現在の登録者数見えないんですよね。でも今、330人ぐらいしかまだいないの。だから、皆さんの応援が必要なんですよ。そうしないと、このチャンネル発展しないし、自然堂もなくなっちゃうので、で自然堂なくなって、私、お勤めするようになったら、もう、YouTube チャンネルできないと思うんで、だから、今のうちに応援してほしいんです。今年中に。そうしないと、今年中に1000人いかないと、スガッティ多分、チャンネルやめちゃうと思うんで、だから応援してください。ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた明日お会いしましょう。よろしくお願いします。